世はまさに群雄割拠。激しさを増す強者たちの乱は大阪から尾張名古屋へ。 7.25 スペシャルシングルマッチ。誰だ？いや、外道だ。バレットクラブの介入により岡田和親、ちょっと待ってください。ニンジャパンカップ連覇達成ならず。その原因は高橋裕次郎。試合をぶち壊しに来た。岡田、俺の市場だよ。引きずり落としてやるよ、これマジ。何度も大事な試合を壊されてきた岡田、執拗に付きまとう裕次郎を振り払い、再びベルト戦線へと返り咲けるか。それとも今宵タッグでの前哨戦、レインメーカーの逆襲が始まる。 7.25 レバー無差別級選手権試合。ショートの壮絶な死闘の末、王座を死守した第29代王者、高木慎吾。その直後、王者を襲撃しベルトを強奪したエル・デスペラード。チャンピオン、その程度か。チャンピオン、おい、寝てるんだったらチャンピオンじゃねえな。もらっちゃった。ふざけんなよ、おい。あんなとこで、おい、KO して嬉しいか、こら。まあ、それがいかにも卑怯なデスペラシーな。一方的に叩き潰してやる。ベルトを盗まれ怒りに燃えるドラゴンと、手段を選ばぬならず者、初の一騎打ちの結末は。今夜タイトルマッチを前に、高木はベルトを取り返すことができるのか。 7.25 IWGP ヘビー級、 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合。その戦い方、ダークネスに次ぐダークネス。ニュージャパンカップを初制覇したその直後、ロスインゴベルナブレスでハポンを裏切った。イービル、極悪人の巣窟バレットクラブと結託した。そしてその翌日には、元パレハ内藤哲也から2つのベルトを強奪。リングは闇に包まれた。この俺、イービルが覇者で王者の三冠王だ、この野郎。俺の新しいパレハはディック・トーボーだ。この危機的状況に現れたのは、かつての仲間、高橋ヒロム。ヒロムがやってきてくれた。おい、イービル、人を裏切るってどういう気持ち、どういう感覚なの？なあ、イービル、一つだけお願いがあるんだ。お前が取ったベルト、俺に挑戦させろ。二つ取られるのが怖いんだったら、一本で構わねえぞ。裏切りの元パレハに怒りのヒロムが立ち向かう。闇の王者を打ち破り、ジュニア王者がこのリングに光をもたらすことはできるのか。今夜二人がタッグで激突、大荒れ必至のメインイベント、ニュージャパンロード in 後楽園ホール。